うるま市海中道路のね、なんだっけ、綾橋館のところの近くにある天ぷら屋さんで買ったんですが、これがイカゲソでございます。イカゲソの天ぷらでございます。美味しいですか、イカゲソ天ぷらで。もずく天ぷら買いたかったんですけど、なかったので、私は、なんだっけ、野菜かき揚げ。私は野菜かき揚げにしました。じゃあ、私も野菜かき揚げを食べます。ちょっとこれ、上に出るようにしてもらっていいですか。はい、ありがとうございます。野菜かき揚げ、人参、ニラ、玉ねぎのかき揚げということでございました。では、食べてみます。いいですね、柔らかめの天ぷらですね。あんまりカリカリっていう感じの天ぷらではなく、ふわっとした感じの柔らかめの天ぷらでございます。2個で200円だったかな。だから、まあ、1個あたり100円ぐらい、値段ちょっと忘れてしまったんですが、1個あたり100円ぐらいの、100円前後ですね。このかき揚げとイカゲソで200円という感じでございました。うるま市の海中道路の、ね、道の駅、海の駅、海の駅綾橋館近くにありました天ぷら屋さんで買ってみました。もしよければグッドボタン、コメントお願いします。チャンネル登録まだの方ね、ぜひよろしくお願いします。それではさようなら。よい、ストップ。